ホワイトデーに出たー、お返しするものといえば何ですか。ホワイトデーのお返しといえば、ホワイトデーのお返し、うん、お返し、お返し、ホワイトデーのな、何それ。ホワイトデーにお返しするものといえば、ホワイトですか。 Well, technically in Japan, the girls give guys Valentine's. そうです。アメリカだと、ホワイトデーにお返しするものといえば、ホワイトデーにお返しするもの、あ、でもあれじゃないですか、あの、ボディクリームとか、ハンドクリームとかじゃないですか。女性がね、ね、そういう、そういうのじゃないですか。ホワイトデーのお返しといえば、はい、まあ人によるっすけど、甘いものが好きだったら甘いものあげるし、そういうのなんか食事管理とかしてる子だったら化粧品とかあげます。さすが、ありがとうございます。ホワイトデーにお返しするものといえば、ホワイトですか。ホワイトデーはお花とかじゃないですか。もう定番で行くと、はい、お花ですかね。奥さんに喜ぶでしょう、はい、と思います。ホワイトデーにお返しするものといえば、何、ロレックスかな。何返してや。ちっちゃい頃はなんかタオルとかハンカチをそっち系あげてたけどな。タオル系は結構あげてたイメージある。そんなんじゃないですか。ホワイトデーのお返しといえば、ホワイトデーのお返し、もう寒いんで手袋、はい、ありがとう。ホワイトデーにお返しするものといえば、難しいですね。 生チョコとかじゃないですか。あの美味しいやつ、こんなサイコロ型の。今ね、生チョコを開始したことがあると。ないけど、ホワイトデーのお返しといえば、あ、ないからな、ホワイトデー。 You know, in, like Valentine's Day、well, technically in Japan, the girls give guys Valentine's、そう、アメリカだとマジであのバレンタインは男があげるものなんで、だから今ちょっと信じられないっていうコメントもあるんですけど、Unfortunately, I don't have any chocolate, so I don't need to give back any chocolate. 残念ながらでもチョコもらったりとかもしてないし、だからチョコあげる人もいないんで、まあ僕はなんか大丈夫だと思います。そこは何もない、何でもない。So if somebody wants to send chocolate, it's to clubhouse, right? だから誰か僕にチョコ送りたかったら、あのぜひあのクラブハウスに送っていただければ。I'm still need to losing fat, but as soon as I lose my kilo, I will eat it.今ちょっと減量中なんで、まだすぐには食べれないですけど、あの減量が成功したらちょっとご褒美に食べたいと思ってるんで、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ホワイトデーのお返しといえば、ホワイトデーのお返し、うん、お返し、お返し、ホワイトデーのな、何それ、何、何がある、何、何、何、いや、ありすぎてどうしよう。何か、何かないかな。手紙、手紙、似合わないんですけど、こもった手紙、あ、こもった、うん、気持ちのこもった物とかじゃないんよ、やっぱ、うん、気持ちのこもった手紙。じゃあ丸橋さん、手紙ということ。ありがとうございます。ホワイトデーって分かりますか。ホワイトデー分かります。ホワイトデーにお返しするものといえば何ですか。あ、まずバレンタインもらってないです。韓国とかでもあのバレンタインとかホワイトデーはあるんですか。ああ、一緒です。ホワイトデーに何かお返しするものはこれみたいなのあるんですか。ああ、それはあれですね、うちの時代の時は雨を渡すっていうかやったです。藤井さんも雨を、まあ、渡すってなったら雨ですけど、雨っていっぱい買っても食べられへんし、美味しくないし。今年はちょっと夢になんかしたいですが、ちゃんとしたものをちょっと買いたいです。ホワイトデーにお返しするものといえば、言えばですか。いや、でもそれはもう個人の
センスというか、まあ、人によって違うとは思うんで、まあでもお菓子でも何でもチョコでも普通に日頃使うものだったり、定番お菓子とかだと思うんですけど、まあ、お菓子をあげたり人によってはっていう感じです、はい、ホワイトデーにお返しするものといえば誰にあげるんですか。それはそれはもうその時にいただいた方に僕はスタバのギフト券でお願いしますホワイトデーに、お返しするものといえば何ですか。何だろう、ちょっと聞くかもしれないです、何が欲しいか。あ、相手の欲しいものも、はい、聞いてそれにします。ホワイトデーのお返しといえば、でもプレゼントプレラ、ね、ミドンプレゼント、奥さんからあのバレンタイン、フェイスのジャンターからみ、なんか天気あげらだ、エスポーザね、食事作ってもらったんで、で今度はまた自分のお返しで、あいだの成果を、何あげるかわからないんですけど今考えてます。考えてる。オッケー。ありがとう。ホワイトデーにお返しするものといえば、何ですか。花で。お花をお返ししたことはあるんですか。一回だけあります。どんなお花ですか。いや、その人のイメージみたいな感じです。大体ホワイトデーにお返しするものといえば何ですか、はい、お返しするものといえば何やろ。バッグとかじゃないですか。アクセサリーとかじゃないですか。ホワイトデーにお返しするものといえば、はい、デーにお返しするものといえば、よく使えそうな、女性が使えそうな、なんかハンカチとかお返しした喜ばれるかなっていうのは、はい、あります。ありがとうございます、はい、お願いします。ホワイトデーに出たー、お返しするものといえば何ですか。なんやろな、まあでも人によるすけど、ハンドクリームとかじゃないですか。あんま物として残るもんは嫌なんで、もらっても嫌と思うんで、消耗品、クリーム系、ボディクリームとか、あとまあなんかあのアロマ系、匂い系、ちょっとだけ。つかない。ホワイトデーに、お返しするものといえば、ホワイトデーチョコとか作って、あ、作る、いや作んないですね。小学校ぐらいまでは作ってたんですけど、まあ今はもう、なんか買ってお返ししたりって感じですね。結構手作りするんですか。いや、全然今はしないです。小学校です。はチョコを作ってたんですか。チョコとか、クッキーとか作ってます。結構料理は、あれ、自信あるんですか。いや、全然ないです。お母さんと一緒にいるんです。ホワイトデーにお返しするものといえば何ですか。返しするものですか。自分じゃちょっと分かんないんで、相手に聞いて、相手が欲しそうなものをあげますね。相手に聞く。そうです。それが一番かな。ホワイトデーにお返しするものといえば何ですか。ものといえば、ハンドクリームとか、ハンドタオルとか、そういう、まあ、消耗品の方がいいかな、ちょっとした返します。ホワイトデーにお返しするものといえば何ですか。お返しっすか。まあみんなにお返ししてたら大変っすかね。僕らみたいなあのタイプの人は、ね、お返しとかも考えたことないですね。基本的にはチョコレートもらうじゃないですか。そのままチョコレート返すものだと思ってました。違うんすかね。まあそうっすね、こんな言ってましたけど、あんまもらったことないんでそこまで考えもあらなかったっていうのは正直なところであります。ホワイトデーのお返しといえば、お菓子じゃないですか。わかんないですけど、チョコとかクッキーとかっていうイメージですかね。結構今までもらってましたか。いや、全然もらってないです全然もらってないんで、返していいものって言われても、本当そういう定番なものしか思いつかないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ホワイトデーにお返しするものといえば、俺は花を送りますね、毎回。あと、まあ妻が花好きっていうのもあって、
花束はすごい喜んでくれるんで、そう記念日系とかは毎回送ってます。花です僕は。今回も花を用意する予定と。花を用意します。ホワイトデーに、はい、お返しするものといえば何ですか。欲しいものがある人にはそれをあげたりすることが多くて、奥さんとかだったら結構花束とか、まあ、ケーキ好きなんでケーキあげたりとかするんですけど、同僚の人であれば、まあ、なんか実用性のあるもの、日常使いできるようなハンカチとか、まあ、チョコとか、まあ、美味しいチョコとかをプレゼントします。ホワイトデーのお返しといえば、ホワイトデーのお返しといえば、去年は嫁にゴディバのチョコレートを返しました。あとお花と。ホワイトデーのお返しといえばホワイトデー返ししたことないな。バレンタインだったことないから。ホワイトチョコちゃう。ホワイトデーやホワイトチョコちゃうの。それ以外は思いつかない。わかんないです。みんながボディークリーム。そんなん送ったことない。そっか、やったことない。ありがとうございます。はい、ホワイトデーのお返しといえば、ホワイトデーのお返しはもう一つしかないんじゃないですか。マシュマロ、この一つだと思います。ありがとうございます。はい。A sustainable future. Yanmar